はい、ぼっちん劇場渡辺清美です。はい、そして松野てっぺんです。はい、今日はですね、ちょっと松山の方に車で向かっておりまして、実はてっぺんさん今日はね、ラジオの収録があるということで、はい、てっぺんさんのお仕事ぶりなんかも含めながら、はいはい、今日は密着したいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。てっぺんさん、はい、いきなりなんですけど、開幕してよかったですね。そうですね。開幕しなかったら大変なことになって。7月にね、もう入れ替えがあるってことで、だいぶ焦ってたと思いますけど、無事開幕して。ちなみにてっぺんさんは何がきっかけで坊ちゃん劇場来たんですか？最初のきっかけは52days の岩渕俊二を岩渕俊二いいんです、このグタグタで。あ、俊二さんとなんか親交があったんですよね。そうです、東京の頃からずっと友達で。ああ、はい、もう共演されてたのは何年ぐらい前ですか？共演はしてないんです。共演はしてないけど友達で。珍しい名前を持つ人々の会という変な名前の俳優が集まって、3人しかいないんですけど。坊ちゃん劇場来て、はい、立ちたいなと思ったんですか？その時はいいなと思ったんですよ。はいはいはい。温泉があって、うんうんうん、本番やって、うん、その後自由時間があるって聞いたから自由時間は、申し訳ないかな、すごいたっぷりあります元の予定回数からだいぶ間引かれてるんでね、自由な時間ありますけど、どっか行きました？行きました。松屋じゃなくて尾道に行ってきました。尾道、あ、海渡りました？渡っちゃったんですけど、いいでしょうか？あ、いいです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 、はいはいはい、シネマ尾道さん、ずっと行きたかったんで、はい、映画を見るための旅。 なるほど、はい、てっぺんさんは映画、はい、ご出演なんかもされるんですか？映画は、インディーズばっかりですけど何本か出てます。僕まだてっぺんさんのことよくわからないんですけど、はい、俳優さんなんですか？なんかいろいろですね。そう、この業界の人、絶対俳優だと思ってた人が、僕実はダンサーなんですみたいな人とか。踊りも踊るんですよね、てっぺんさん。今回の作品なかなか踊らないんでね、ぜひ見たかったですけど。ちなみに踊りは何ダンスを？コンテンポラリーダンスです。あー、インディーズ映画好きで、コンテが好きで、はい、コンテ、イレビアンクルーっていう、はい、コンテンポラリーダンスカンパニーでいつも踊ってます。あ、そうなの。今もう活動はされてます？してます。はい、結構コンテンポラリーのカンパニーの中では老舗ですね。全国で活動されてるんですか？それは全国中っても何か所かぐらいのツアーはしますけど、大体東京でいつも毎日1本ぐらいやってます。そうか、すごい面白いですよねえ。ダンスしてる松の木さん見てみたいですね多分今ね、このご覧の動画ご覧の方も見てみたいと思いますよ。ちなみにこの東温市、この坊ちゃん劇場、はい、ね、ネストっていう小劇場なんかもありますけど、はいはい、こっちでそのダンスなんかね、やったりする機会とか考えてはいらっしゃらないですか？やりたかったんですよ。やりたかった。はい、予定はされてたんですか？そうです。じゃあケイト・ブッシュの嵐が丘っていう曲があるんですけど、はい、それの完全コピーを。完全コピーを、はい、あ、それは振り付けとか？振り付けを。へぇー。東音のいろいろな滝とか、うんうん、滝とかいろんなところで、はいはいはい、撮れたらなと思ってたんですけど、棚田とかそういうところで絶対いいです。うんうんうん、河原とか。あー、ね、ーそれ東音市はね、豊富にあるんで。そうなんですよ。ぜひそれ、はい、松山はどんなとこ行きました？松山はあまり行ってない。おお。ジーニャさんという洋裁教室に通っています。でもまだ2回しか行ってないけどこのお友達で洋裁教室に、ミシンが
へえ、ちなみに生徒さん何人ぐらい？あと、もうなんか今はあんまりいなくて、はいはい、だいたい1人か2人で、すごい独占できるんですよ、先生は。あ、なるほど。それはある意味、うん、今だから、今だから、うん、味わえる美味しい、うん、旨味かもしれないですね。なんか自分の一人芝居の衣装を全部縫えるように、自分で。なるほどね。はい、FM 愛媛さんに到着いたしました。あ、ここ昨日か一昨日通り過ぎた。通り過ぎた、はい、今治から帰ってくるとき車で通ったんですよ。あ、ここに来るんだと思って、都市寺いるかなとか。はい、到着です。では、いってらっしゃい。何してらっしゃるんですか？副業ですよ。これは何？やらせのように現れた都市寺。いや、今日僕、都市寺さん、松野木さんに密着しようと思いまして。あ、そうなんですね。はい、で、同行させていただいてるんですけど、まさかここで都市寺さんに会えると。今日日曜夢舞台ですか？そうです、そうです。誠司さんなんでしょ？はい、今いましたよ、誠司さん。あ、ほんと？あ、誠司さんもいらっしゃるそうです。はい、今日車じゃないのかな。頑張って。はい、あ、嬉しい。ご飯食べよう、ご飯。明日公演なんですよね。そういうこと言わないほうが、ん、大丈夫ですよ。はい、あらあら、近藤さん個性的ですから、はい、まあ、てっぺんさんも十分個性的ですけど。個性と個性のぶつかり合いをね、味と味が喧嘩しないことを願います。はい、ではさよなら。はい、僕免許、運転免許を勉強に行くんで今から。あ、そっか。はい、いってらっしゃい。ごめんね、お邪魔しました。いえいえ、ありがとうございます。さよなら。これでこれ取ったのに使わなかったりして。お疲れ様です。おはようございます、近藤誠司です。日曜夢舞台、この番組では地方では珍しいミュージカルの常設劇場、坊ちゃん劇場の話題を中心にお送りします。日曜日の朝のひとときお付き合いください。さて、今月のこの時間は坊ちゃん劇場ミュージカル鬼のレクイエムに裏役でご出演の松本てっぺんさんにお話を伺います。おはようございます。おはようございます。さて、坊ちゃん劇場ミュージカル鬼のレクイエム、本日は午後2時の開演です。ぜひお越しください。ご案内は近藤誠司でした。それでは来週のこの時間もお楽しみに。かっこ偉そうやね。さっきとだいぶ違う。どっかリゾート地に来てんの？ここどこですか？FM 愛媛。はい、実は松の木てっぺんさん、今回ね、日曜夢舞台に出演いただくんですけれども、なんとこの YouTube チャンネル、渡辺清美くんがね出演してくださって、それにも出演するということで、どうですか今のお気持ち？はい、ドキドキしています。何にドキドキするかは YouTube チャンネルをご覧ください。お楽しみに。はい、FM 愛媛さん、はい、出発しました。お疲れ様でした。いやー、まあね、だいぶどこまで、はい、放送されるかわからないですけど、非常に楽しい。ぶっ込みましたね。はい、お疲れ様でした。ね、日曜夢舞台、7月の放送らしいので、はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。そして、鬼のレクイエム、はい、ね、今日 T シャツさっきずっと触れなかったですけど、はい、鬼のレクイエムずっと、ね、着てくださって。2500円だっけ？2000円。ちょっと値段についてはこの辺に出しておきますね。てっぺんさんね、見れる機会ももうあとわずかとなりますので、はい、ぜひぜひ坊ちゃん劇場足をお運びください。はい、皆様のご感激お待ちしております。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。